こんにちは、竹です。竹の人長です。今日は2015年2月11日の水曜日ですね。仕事の実践力や自己スキルアップのための人長です。昨日、USJ に行ってきました。で、まあ USJ の目的っていうのはこれなんですけどね。クールジャパンですね。ユニバーサルスタジオクールジャパンっていうのがあって、で、等身大の神王がですね、これ見てきました。かなりね、大きいのもあるんですけど、かなりその前よりか良くなってますね。レベルが上がってますわ。なんや、神王がとレギオギレスやったっけながあるんですけど。神王がのは室内の方であるんですけど、ほんま結構動いて、ちゃんと要は電光柱を吸収するシーンとかも出るんで、かなり面白いですね。何回しょっちゅうその要はこのショーっていうのやってるんで、かなりせやから、あれそれ見るだけでもおもろかったんで、まだ一応動画で撮ったんで、また、YouTube でアップしたいと思います。めっちゃともろかったっす。そしたら、竹の一人条例ですが、今日は理想論の改善と、ブログを3つ作る、ね、動画の準備ですね。で、小規模ヘアさんの集約に関しては、ブログの仕上げ、ターゲットブログに関してもブログの仕上げをしたいと思います。以上、竹の一人条例でした。